古の昔、人里離れた幽谷の地に封印されし、一本の槍。闇を切り裂き蛇を払うその名は獣の槍。獣の槍の祝宴により出会う二つの魂あり。彼らの名は、Ushio とTora。昔々、雲に乗り雷をまとって暴れるもののけがあったことよ。退治する方法これなく、人々は痛いけな赤子までも食らうこの妖怪に恐怖した。しかしな、さしもの妖怪にも最後の時が来た。旅の男の持っておった一本の槍でな。いいか Ushio、これは事実だ。妖怪変化は目に見えんが、ちゃんといるのだぞ。くっそ親父、帰ってくるなりこれだもんな。それは長い死闘だったという。その男と妖怪の戦いは4日と4晩続いた。そして5日目、男はついに手にした覇者の槍、獣の槍で妖怪を自然石に縫い止めた。だが、さすがの男も化け物をそこに貼り付けるだけが精一杯だった。人々はその石の上に寺を建てた。妖怪を見張るために。男はそのまま僧になり、住職となった。それが青月家の血筋と言われている。そして青月家の口伝がある。土に通じる扉は開くまじ。おかわり。Ushio、よく聞いとけよ。つまり地下の扉は絶対開けちゃならんつうことだ。そう断じて青月家の血にかけて。その扉ぶっ壊して空を外に出したのは俺なんだけどな。じゃ待て。あ、なんすか。まさかな。それが獣の槍だなんてあるわけが。そうだよ親父、バカだな。お前もね。Ushio、寝てたら承知しないよ。実際な、起きてるだろうが。いつも遅刻してるからよ。あら、Ushio くんのお父さん、どうしたの。ちょっぴりショックなことがあったのさ。俺、絵ってすっげー自由でいいもんだと思ってるんだ。それでもって羽生ガークの描いた絵はいいんだ。レイコゾーシリーズなんてマジ感動しちまうもんね。あんた好きなことになるとよく喋るね。へえ、そんなにすごい人なんだ。うん。でも賞もたくさんもらって人気も出たのに、ガークはだんだん変なもん描くようになっていって、この絵を最後に死んだんだ。俺この絵好きだな。
ちょっと暗いけどムードがさ。でも、なんでこの絵だけ写真なのよ。なんでも遺言でこの絵だけは自分の娘に譲りたかったらしいよ。だから本物はこの玲子さん自身が持ってるんだろう。どうした、トイレか。バカ、知ってる子にちょっと似てるなって思っただけよ。何？じゃあ頼めば俺の絵のモデルになってくれるかな。バカ。ゾウ、この絵を描いたやつは人間どもを呪って死んでいったな。そうして死んでいったものは普通鬼になる。このボケ、よっから襲ってきやがって。おめえはわしの餌なんだ、襲って何が悪い。誰が餌だこの野郎は。うわっ、いって。え、なになに。やっぱ3年のマサキさんだよ。あ、マツ。2年の青月か。おめえ目立つぜ。わかるか。やばい気なんだよ。ひでえな、初めから狙われてたな。こりゃいい、笑いが止まらんわ。私を殴りなよ。なんなら殺してくれても構わない。レイコ、まだそんなこと言ってんのか。やっべえ、羽生だ。自殺未遂4回、死にたがりの羽生だ。羽生、あ、待って、ひょっとして羽生レイコさん。別にあなたを助けたわけじゃないわ。羽生が悪の一人娘がうちの学校にいたなんて。よし。だからさ、頼むよ羽生さん。こんな俺が君をモデルにするなんてつけ上がってるのは分かってる。でも今朝会った時に思ったんだ、笑ってる君を描いてみたいって。確かに私は羽生の一人娘で、父は画家だったわ。でも父は死んだ。死者は少女を呼ぶわ。死んだ父は私を呼んでいる。私に近づくと呼ばれるわよ、死に。ちょっと待って。いてくそ。もう何もしないでお父さん。もうすぐ私もそっちに行くから。レイコのこと？どうして私に？井上に聞いたんだ。1年の時同じクラスだったんだろ。俺の絵のモデルになってほしくてさ。それだけ？あ？本当にそれだけ？それだけってな、俺の大好きな羽生画伯のモデルだぜ。どうしても描いてみてんだよ。分からねえかこの気持ちがよ。分かった分かった、あんた絵のことになると夢中ね。当たり前だ。それにな、ちょっと気がかりなことがある。羽生さんの周りで変わったこととかなかったか教えてくれ。玲子が転校してきたのは1年の終わりだったわ。あんな綺麗な玲子だもん、男子は騒いだけど、玲子はいつも誰からも離れて一人ぼっちだった。私はこんな性格だから気楽に声をかけたり強引に誘ったりして、彼女も笑顔を見せるようになったわ。でも付き合ってくれって近づいてきた男子たちが次々と事故に遭って、それからすぐに彼女は自殺しようとしたわ。早く見つかって助かったけど、しばらくぶりに玲子が登校した日、彼女は言ったの。事故は自分のせいだって。私のそばに来ちゃいけないのよ。私のそばには鬼がいる。え？
そこ。誰もいない。ごめん、あさこ。ごめんね。レイコ！で、どうするの？それでもモデルになってもらうつもりなの？バカ、そんなことぐらいで俺の創作意欲は消せねえんだよ。青月、羽生に近づくのはやめな。ビー、やだね。いいぞ、でかいのボコボコにしろ。ひょっとしたら先輩、羽生玲子が一人ぼっちの原因知ってるんじゃないですか。なら教えてくれよ。だってよ、かわいそうじゃねえか。俺と玲子は幼馴染だよ。小学校2年の時、あいつのおふくろが親父さんの教え子と駆け落ちしちまって、二人の裏切りに親父さんショックがずっと抜けなかったらしい。あいつが笑わなくなったのはその頃からだ。そしてその後、俺は見たんだ。数日経って親父さんは死んだ。それからだ、玲子の周りが変になるのは。感じる、玲子に近づく男がいる。許さんぞ、玲子はいつまでも私だけのものだ。練習って今時体育祭でフォークダンスってありえねえ。なんで羽生さんやんないの？いつもこういう時彼女は見学よ。羽生さん、俺ダンス分かんないところあんだ、教えてよ。私に近づかないで、同情なんかいらないよ。バカ、そんなんじゃねえよ。さあ。嫌だってば。さあ。頑張れ、ウシオ。何これ、竜巻。まさか、風の壁。青月。あ、レイコ、レイコはお父さんのものだ。守ってやる、守ってやるぞ。私はお父さんのそばにいるわ。だから人を傷つけるのはやめて。そうか、こいつか。こいつがいるために羽生さんは、このボケ親父が守ってやるぞ、レイコ。やめて。まったく、槍も持たんでパーかよ。トラ、おい、お前、たかが人気のくせしてわしの餌に触るんじゃねえ。なんだ貴様、お前も霊長。バカ野郎、その小僧を食うのはわしだって言ってんだよ。霊長、あれは。ごめん霊長。もう終わりにするから。レイク、青月、大丈夫か。終わりにするってまさか。おい、レイク、レイク。ここだ、レイクが来るとしたらここ以外にね。青月、お前強えんだな。俺はビビっちまって情けねえ。あいつのそばにいてやらなきゃならなかったのは俺なのに。
遅くないさ、これからもずっと。羽生さん、猫、やっぱりこうするしかないものね。レリコ、やめろ、やめるんだ。ごめんね。やめろ。やるよ、行け。お父さんはここだ。手を離して。お父さんは私が行けば満足するもの。バカ野郎。ケンちゃん、立って。嫌だ、俺はもう離さん。お前が一番辛い時に手を離したのは俺だ。もう絶対離さねえぞ。ケンちゃん、羽生レコ、あんたは今まで死にたがってた、一人ぼっちだからって。でも今はもう一人だなんて言わせねえぞ。お前に言ってほしくない奴がここに二人もいるんだ。あさこだって、事故に遭った奴らだってきっとそうだ。さあ登るのか行っちまうのか、どっちなんだよ。おいでレイコ。人の魂なんだぜ。だから鬼が家に戻ったところをつかんとダメなのによ。ゆっくり永遠に葬ってやる。まあ、勝手にやってくれや。危険だ。ありゃダメだね。おい、ウシオ、いじめっぽく泣いてみろよ。泣いて助けてくれって。いや、助けてやってもいいぜ。さあ泣けよ、泣いて頼んでみやがれ。まあ、しゃあねえか。腹が立つ。なんでおめえはわしじゃなくて他の化け物に食われたがんだよ。こっち来い、今すぐここで食ってやる。そいつらを放せよ。やが、ちっ、まったく、なんでわしが。またお前か。おい、知ってるか、人間には潮時って言葉があるんだってよ。今がそいつよ。潮、絵をつけ。
槍が突き抜けて後ろの絵に。当たり前だろう。獣の槍は化け物を殺すための槍なんだぜ。レイコ、幸せにおなり。お父さん。それとか、さっきの格好とか。あ、な、また今度話するわ。待ちやがれトラ、ここで退治してやる。I got it.